ちょっとすみませんけど、その桜井さんがね、このハイをこういじる所作でも僕は見てみたいな。これパイ、いいですか、ちょっと綺麗なパイだね。こういう例えばパイがあるだろ、でこういう積もってきた時でも俺はこうやってほらこういうふうに持つ。はあ、パイをこうやってみんな持つ。はい、こうやって持ちますよね。もうパイして失礼だよね。失礼だってこうやって、こんなことやられたら引っ張りたくなるだろう。いやもう顔触ったら、はい、男の顔に触るなんて失礼だろ。こうやってさ、映ってんのこれ。映ってます。はい。こう今映ってんの、うん。例えばこうやってさ、通り道ってあるじゃん。こうやってほら、こうやってね、君の方を見ながらでもいいんだよ。こうやってさ、そっぽ見ながらね、こんなことやりながらさ、こうやって見てんだろ。顔見ながらね、こうやってこっち見ながらさ、こうやってやるだよ。ね。あんまりこうパイを見なくてもいいんだ。はい、うん、いい加減並べてるでしょ。あんまり見てないからね、はい、このぐらいで適当にね、こう並べるんだろ。こんなことやっちゃいけないんだけど本当は、特別サービスだ。はい、こうやって特別サービス山積みましたよね、今ね。そうなんだろ、はい、これが通り道なんだ。ほらあ、ほら、え、うわーすげえ。ほら、うそー、うわー、バター。これが自分の通る道だから、全部持ってきちゃう。うわーすげえ。これ2345、繋がってんだよこれ。かおちゃん、こういうの、これがあるとできちゃう。すごい。なんでなんでなんで今こっち見てましたよね。こっち見て今喋りながら、何にも。すごいね、やっぱり。やっぱすげえ。勝てるわけないよね。勝てるわけない。そんなの。まあこういうのは本当にやっちゃいけないことだけど。いやー、特別だ。すごいよ。